ね、かっこいいかっこいいよ。かっこいいかっこいい。次行こう、怒られちゃった。はい、トゥーパンプスなんです、うん。元気があれば何でもできる。基本的に見返りを求めないのですが、明らかに見返りを求めているのが分かるようなお中元をいただきます。あー、お中元ね。お歳暮。特に高齢者が多いです。すごい言っちゃダメよ。物を送ったりお返しをすることがお付き合いだと考えているのでしょう。昔の人はね、うん、今の時代スマホがあれば売っているものならほとんど通販で手に入る、うんうん、いつも送っていただくあれが欲しく美味しくてという時代ではなくなりましたと。はー、いらないものをもらってそのお返しを予定外のお金で払うことになります。そうですね。でもいただけるのは嬉しいですな。買い取りビジネスが成り立つのも必要でないものが届いたり届けられたりしている証拠だと思います。包装紙でランク付けされるデパートなどはこうした付け届けで成り立っているとも言えるのですが、うん、経済を回すとちょっと意味が違うような気がします、うん、はー、今の時代お元気ですかという相手を気遣うメールで十分だと思いますがね、ということです。なるほどね。うちもね、昔よーく本当にあの親戚が山形とかにいたので、うんうんうん、もうさくらんぼとか、わ、いいなー、 ラフランスいいなー、今でいう昔でいう洋梨、うん、よく届きましたけどね。子供の頃は嬉しいですよね。うん、食べてた。私も今でもおじいちゃんおばあちゃんだから、あちゃんもっとつけた時はいっぱい届くでしょ。あった、届きません。あらあら、だっていつもファンにもらうフルーツがいっぱいありすぎちゃって、いつも外に来るスズメにあげてるって言ってたじゃん。夏は桃を出しておくとカブトムシがいっぱい取れるから、それ取ってあの売ってるって言ってたよ。あれ、できない。もうね、なんかね、それで良くなってきた、面白いから、もうそれでいいよ、さとしさん、もうそれでいいよ。ラジオネームルルちゃんから、ルルちゃん、返す。お白鳥、白鳥、台風が来そうなので股間の白鳥は今朝はしょげているわって。何を私に読ませてるんですか、本当に。会社のおじさんから聞いた、お付き合いしていた女性と喧嘩をして仕返しした話。いいね。どっちがだ、男がか女が。会社のおじさんから聞いた、お付き合いをしていた女性と喧嘩をして喧嘩。じゃあ男が仕返したこと。そういうことですよね。何したんだよ。お風呂に入った時に以前喧嘩をしたことを突然思い出してむしゃくしゃしたとか。ふと目をやると、お付き合いしていた女性が使っている顔を洗うフェイスブラシが目に入ったので、そのブラシで全身を洗う前の体の股間を入念にブラシで洗ったんだと楽しそうに私に聞かせてくれました。これはひでえ話だな、本当に。これよくね、あ、よく言うじゃん、旦那がムカつくから旦那の歯ブラシで床掃除、あのハイターつけて床掃除して置いてたとかさ、はい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 、これ最高じゃないですか。これひどい話。これ気をつけないとね、そういう奥様がたくさんいると思いますよ。だからルルちゃんね、ドラッグストアに行ってフェイスブラシを目に入ると、そのおじさんの話を思い出す。面白いんだけど。すっごい面白い。面白い。あのお刺身のねテーマの時にトゥーパンプスさんが言っていた駒形町にある魚屋さん、月曜日行ってきました。お刺身本当に美味しかった。素敵な情報ありがとうございます。そんな情報いらねえよ、最後の刺身の情報なんかよ。そんなこと書いときながら何言ってんだよ、何言ってんだよ。あ、じゃあ立ち上がっちゃったよ。あ、じゃあ立ち上がっちゃいました。メール面白くて落としちゃった。